小ヤギチャンネル。マッシャイ。はい、どうも、毎度小ヤギです。本日はですね、前回過去にね取ったデータを振り返って後実況入れますって言ってて、動画が長すぎて尺から漏れたんでね、動画を分けて今新たに動画を作って解説してるんですけども、1週間前ぐらいにやったデータがリプレイデータとして見れない、あれなんでだろうとか思って、このね録画した日見たらもう3週間前でした。だから正確にはリプレイデータがどれぐらい保管されるのかが分かりませんが、そら消えてるわって感じのことでしたね。はい、では早速試合やっていきましょう。さあ、まあ前のデッキと一緒ですね。はい、この一番下のキャラがいることによって前列、一番最前列のキャラは、まあ、毎回、体力が1ずつ、毎ターン終了ごとに1ずつは回復すると、ただその前にやられてしまうと。まあわずかな1の回復ってわずかなんですけども、これね意外とね重要なんですよね。あー、敵さんの方が1枚も2枚も上手ですね。さあどうすっぺか、こういう時悩むよね。さあ一番前列に持ってきました。さあ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 、これはね、まあ、突撃ね、突撃突撃、これ真ん中は多分動かないんですよね。もうこの人明らかフィールドを埋めようとしてるから、青色で真ん中は、まあでも前に出る可能性あったけど、この人多分縦1列で配置しときたいんですよ多分ね。はい、これで全体攻撃が来る。これがめちゃくちゃ痛いんで見といてください。よえー、やめてー、痛い。めちゃ痛。あ、でも、耐えましたね。小ヤギもね、マス目埋めたいんですけど、小ヤギは結構それね、優先的には行ってないタイプなんですよね。さあこの2対1の行動がいいね。さてさてさて、はい、一番下埋めといてもいいけどね。さあ真ん中を埋めれば、まあまあ全体攻撃かかるんですが、このままだと2ターン、最低でも2ターン必要で、まあ、行動が読まれやすくなっていると。ただまあ真ん中に合わせて突撃してきたりとかも予想できるんで、その裏を取って攻めていってもいいし、この真ん中放置したまま、まさか突撃してくるなんてって感じでしょうね。まあ、敵は真ん中に2体敵を置いときたかったんでしょうね。動かさなかったということは。さて、もう一回裏ついて、突撃でもいいんじゃないでしょうか。そこ避ける避けられましたね。いやー、俺やったら違う行動やったかな。そしてリンゴ戻る。リンゴ無視。いやー、やられたやられた、これは痛い。さあ突撃がまた溜まった。どうすっぺかな。まあまあリンゴあるうちはそうでしょう。まあこれ確定事項じゃないからね、
そうでしょうとか言ってるけど、ミスるよね。痛いね、痛いわ。さあ、これ真ん中に行って、まあ無理にでも全体攻撃しかければ。さあ、普通にやっつけてもたけど、全体攻撃がこの後にかかります。はい。ナイスすぎ。全滅。さあ、出てきます。さあ、ボスが出てきました。これは有利な展開。こちらの方が、早くボスの引き出しに成功しましたね。これしかも壁1枚っていうか、敵、この体力6の子、うわー、やっぱ壁してきたな。それやったらもうボスに直接突撃したらよかったやんって話なんですが、これボス、なー、全体攻撃仕掛けてくると思ったのにな。さあ、打ち放題入ります。これはもう右にいかんのかい、いかんのかいやね。なるほど、これはそうやね。そうやって逃げても代わりにこいつが引き出されるから突撃。これは勝てる、これは勝てるで。さあ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 、普通の攻撃でも食らうからね、こんだけ。ただ全体攻撃が来る。さあさあ、これは何しても勝ちは勝ちやけどね。うん、 OK、 2人かぶせた。やられるけども、オッケー、無事勝利と。まあかなり有利な展開やったかなと思います。はい、というわけで勝ちと。これがね、残ってた試合結果記録なんですけども、今からは普通に前と同じように実況していきたいと思います。今回はね、BGM の、音量調整もバッチリにして臨みたいと思います。前回はね、本当に聞き取りづらかったと思うんですよ。 BGM がでかすぎて、ワンピースバウンティーラッシュみたいなよく遊ぶゲームはね、普段から BGM 設定をね低めにしてるんですけども、このゲームは実況したことなかったんで、BGM がガンガンになってたんですけども、まあ今回は大丈夫だと思います。そして前回も紹介したように、このように、リプレイデータとしてね、いつでもじゃないな振り返ることができるんで、良かったっていう試合ね、ちゃんと記録に残せると。すごい遊びやすいゲームですよね。はい、というわけで今からリアルタイム実況というわけで、対戦ね、公式戦やっていきたいと思います。今のところね、結構連勝してるんで、そろそろ負けるんちゃうかなって思いますが、ちょっと気合い入れていきましょうか。はい、卵騎士さんね、エグナイトでいきます。最近突撃が当たらないんだって。さあやっていきましょい。格上、まあ格上って言っても似たようなもんやな。 OK、 あーどうしようかな、こうしようかな。さあ行きます。このまま縦一列大嫌いなパターン。これはほんまに逃げるべしやね。これで数的有利に変わりましたね。多分絶対右に行くんねんな。今グーが前に来ることはないから、このまま属性的有利ですね。
あ、なるほど。じゃあもうこっち取っとこうか。うわー、でも縦一列痛い。あ、しかも壁になってる。痛い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 。ちょっと待ってよ。あー、それ痛いわ。突撃する価値はないからな。どうする？こうしようか。わお、あれは敵さんが動かん方が良かったよね、絶対。 OK OK。 これは多分な、いいね、これ倒せんじゃん。これ決まったんちゃう？クリーンヒット。属性的にチョキこっちおるから8削れるんちゃう？1残る。ちょっと待って。なるほど、向こうがチョキやからこっちパー2人おと何の勘違い。やられてもたけども、これかなりなんか有利やな。パーはあー厳しいけど、壁作りたいからな。どうしようか。うーわ、一列食うな。やばい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 。あー、死ぬ死ぬ死ぬ。うわー、そのキャラ死んだの痛いし、2体死んだし、全体攻撃やし。ナイス、お相手さんナイスです。これしかも動き読まれやすいよね。グーグーパーカー、厳しいね。これきついね。これ後ろが動くことはまあないと思うね。あー、やっべーやっべーやっべー、殴られ放題やん、ただの。はい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 、これとは自分の回復やな。ということは、うーわ、もう嫌やな。OK。でも縦一列ね。縦一列 OK。ボコ殴り。OK、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 OK。全然痛ない、全然痛ない。OK、OK、OK、OK。全体攻撃かけたいけども、それは痛いな。21。オッケー。絶対リンゴ取ると思ってると思うねんな。だから、やってみよう。完成。攻撃。あ、二連撃ね。せっかく覚醒した意味よ。これは、動き読まれてもいいから、行くべきやな。さあ、全体攻撃がこの後に入る。すべての動作が終わった後に入るから。まあ、あんまり意味のない全体攻撃といえば意味のない全体攻撃ですが、いや、大丈夫大丈夫。一体は撃破ね。オッケー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 。もうボス出てきてる。これはさ、俺ボスは動かさんと思うねんな。全体攻撃維持でもしてきたいと思うけど、このまま縦のまんまでも俺別にそんな困らんねんな。突してくるかな。あー、考える時間がもうちょっとしかない。いや違うねん、これ動かせば突撃と同じ効果や。おーしー、来た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 。しかも全体攻撃まで最低でも2ターンかかるわけやろ、相手。これ相手焦るよね。絶対どっちかに動かしてくるとは思うねんけど、これ確定したら結構アタックが上がる。壁作ってきたね。ただその壁はもう一撃で破壊される。こっちが先手やからね。 OK OK。 まあ動かさんかったらもう勝ってたんやけどまあまあまあ、かわいそうやけども、こっちもリンゴ取りに行って。ああ、生きながらえてますね。
まあ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 、もう勝ちは確定やからね。はい、ありがとうございました。無事勝ちと連勝してますね。ありがとうございます。はい、OK、 次の試合行きましょう。でこれをラストにしようかな。今日はあの後付け実況もあるし、これとこの次で第3戦目っていう扱いになってるはず。なんかレートが上がっていきますね。出番だな。さあもうエッグナイトしか使っとらん。出番だな。はい、超新人感が。いやみんな本当199期とか第7期生何してんのって感じやね。はい、デッキこのままいきます。これをここをこっちにやってもこっちにやってもいいし、まあ、最悪上に持っていってもいいしみたいな考えでこの配置なんですが、とりあえずこの2人はよっぽどのことないと最初は動かさんかな。こうやって多分真ん中にここに来ると思うんよね。こういう時はあー危ないな。こいつが怪しいな。こうしようか。あーパーでいっちゃったな。痛い日、めちゃくちゃ痛い。だからチョキからのパーやから3ダメージのところ4ダメージ食らうわけね。こうしよう。チャージ完了。攻撃力増す。こいつになあんまダメージ与えたくないんやけど、あ吹き飛ばされた。クソだるいやつや。ただそれやったら俺一番右行くわ。縦一列並んじゃった。そりゃそうする。あうわやっぱりやっぱり痛い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 。うわ吹き飛ばすね。こいつうっとしいな。こいつ突撃できるかな。多分横にずれると思うね、流れ的には。ということはこいつ大事にしたいはずやね、どう考えたって。だから手前に突撃。動かさんのかい。あ、相手を突撃すんのか。いや、ちゃうな。相手待機をしたんか。縦一列のままでも勝てるぜっていうことか。はよ処理したい。今度こそ動きそう。来た？いや、まだ相手が悩んでる。オッケー。入った。ただパーやからな、こっち。ほら生きてる。あーいやいや、そういうパターンいやいや。うわめちゃくちゃ痛い、めちゃくちゃ痛い。これはさすがに負ける、さすがに負けるで。あ今グーの配置になっちゃった。めっちゃ痛いわ。うーわもうだるいて。だるいけどまあまあいいよ。いいね、自主で頑張ってんな。痛いなぁ。ちょ待ってや。もうそうそう、俺もボスになっちゃうね。あいつ、うーわ、やっぱそれ。逃げるかな？逃げへんのか。どうする？どうしても潰したいもん。ああ、やっぱりなぁ。ですよね。でしょうね、でしょうね、でしょうね。これはやばいよ。ほんまに。ちょ待ってや。これは本当にやばい。いや待機しようか。戻ってきた。あーやばい。シールドめちゃくちゃ強いなこのキャラ。ただもうボス出ちゃったけど、出ちゃったけれどもボスは
普通に考えたら動かすべきやけど、痛い、それは痛い、非常に痛い。あーかん、死ぬ、あ死ぬ、あ普通に負け、普通に負け。ちょっと待って、ごめん、これラストの試合って言ったよね俺、挨拶すんのも忘れた。悔しすぎる、もう一回、もう一回やって本当に終わる、こういうことあるよね延長。うーわーマジ悔しいけど、ボロボロすぎたな、あのキャラ強っ、っていうかジャストなタイミングで動かしたよね敵さんが。突撃1でヒッピー耐えたっていうのももう最悪やったよね、もういろいろ最悪な試合展開やった。あーぽいよ、よしこのままね、このまま出ます。さあ気合い入れていこう。あ全体に離脱した時に全体にシールド1で、もともとこいつ自身にシールドありと、あ真ん中に偏った相手の方がグー、俺がチョキ、負けてます、痛いです。うん変えようか、なんでや、予測されてた？いや痛いな、そいつはさ体力がそんなにないのよ。交代して体力を回復するしかない。相手はうまいこと配置変えてきてんな。うーん痛い、こいつ覚醒してるから2連撃なんか、もう攻撃力4やと思った方がいいな。いやーしんどいわ、つらいな。覚醒してるやつ倒そう。 OK でヒッピー的には耐える、うん、マイナス1やから、そして有利やったんでこっちが、敵の攻撃力が3やけど2ね。これは前にこいつ出るか、こいつが動くことはないと思うねん、基本的にこいつがここに行くとかないと思うねんな。こいつがこっちに行ってこいつがこっちに引っ張られることはあるか、でもこいまあわからん、突撃や。 OK ダイヤモンド攻撃できてるよ。あこいつの覚醒どういう状態やろ、敵全体にダメージ2あるやん、覚醒そりゃしてくるか。こういうだからねキャラまあ見れば分かるんですけど、覚えとくとねまた試合展開も変わるでしょうね。こんなキャラ知らんもん。さあまだ一つできるけども、やっぱりさこいつ動かすよな、動かすなら、うんそうだろうね。まあ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 前の壁が薄すぎんねんな、雑魚キャラが前にどんどん配置されていってるから。こいつは自分で回復あるから、こいつと合わせて2ずつは回復できるってことだよね。こいつほっといてもいいな、どうしようかな、これどうしようかな、突撃ちゃうな今は。こいつな、いや難しすぎるわ、悩んでたらタイム制限来たよ、やばいやばいやばい。突撃する意味はないねんけどな、
なんかこいつややこしいキャラかな。なんて移動時アタックプラス1になるのか。あーやられたね。しかもダブルで。どうしようかな。わお、お前ついてくなよ。こいつをどうしても移動させたいはずやねんけどな。ただ全部出てくるキャラがクソ雑魚やねんけど、それやったらもう覚醒しとこうとりあえずね。あーこれ強いよ、ダブルやからね。はい、オッケー。はい、オッケー。あーもうボス出てきた。敵さん全体攻撃するのはむずいんちゃう。これは突撃戦、まあ突撃一回ミスってもこいつ壁になってるからな。ここに突撃しようか一回。あーそう、まあでも当たれば OK。はい、オッケー。あ、これ全体攻撃とこ行きたいんかな、もしかして。直接するとアタック2か。オッケー。全体攻撃来るよ。3食らうか。やっぱ。相手な突撃持っているけどな。突撃してきた、よかった。さあ読みが外れましたね。 OK。 まあまあほぼ勝ち確でしょう。ここに配置すればね、どこにも逃げれない。 OK。 さあ次でもう確定です。全体攻撃も入るからです。オッケー。無事勝ちと。あー、気持ちよく終われます。さっきボロ負けしたから。はい、というわけで、見事勝利。はい、レートがちょっとずつ上がりました。上がってますね。落ちた。はい、というわけで、突然画面が落ちてしまったんですけども、もうあと締めの挨拶するだけなんでね、あの全然大丈夫だったんですけども、今ね、ワンピースの、バウンティーラッシュの動画編集とかもしてますし、おそらく次は、バウンティーラッシュの動画になるかなと思うんですが、エリちゃんとね、2人でゲーム実況とかもしていきたいんで、今やろうとしてるのが、まあいろいろね2人で遊べるゲームってあるんですけども、言われてみるとそんなに思いつかないっていうかね、2人以上で遊べる、まあ夫婦とかねカップルで楽しいゲームとかもどんどん紹介していけたらなと思うんですけども、まあ、ワンピースつながりで言うとね、海賊無双で、海賊無双今4まで出てますけど、4は持ってないんですよね。でこの前セールかかってたんで買おうと思って買いそび入れてそのままなんですけども、一回もプレイしてないワンピース の, 戦国無双3が実はもう購入済みであるんですよ。ずっとずっとやらずにここまで来まして、4買うと3絶対やらんくなるから、それだったら4買う前に3ちょっとだけプレイしようって今話の流れ的にはなってます。はい、まあ、普段ねワンピースバウンティーラッシュっていうゲームの実況させていただいてますんで、まあ、そのつながりから見ても、普段小柳の動画見ていただいている方はこういう実況よりかはまだ見やすいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、世の中だからいっぱいね面白いゲーム山ほどありますから本当に。だからまあこういうね、これはスマホゲームで縦画面ゲームですけども、
縦画面やったら縦画面のメリットもあるし、ワンピースバウンティーラッシュみたいに横向きのねゲームの面白さもあると。小ヤギ的には電車の中でゲームプレイするとかなら、こういうライバルアリーナみたいなゲームの方がよっぽどいいと思うんですよね。しかもこれかなり戦略性高くて面白いですし、まあ何か物事やりながらでもねプレイできるというか、バウンティーラッシュやりながら飯食えるかって言ったら食えないですけど、これやったら両立可能っていうかね、うん、まあ、片手間でもできるゲームですし、うん、そういうとこはかなり魅力強いかなって思いますし、ずっとこのゲーム好きでいるんで、はい、インストールしてから携帯変えた時ぐらいしかインストールし直してないですからね、アンインストールはしてないんで、まあ、それほど気に入ってるゲームでもあるので、だったらもっとプレイしようよという感じなんですけども、まあ一回こうやって実況し始めたらね、ポンポンポンって動画立て続けに出すかもしれないんで、もしこれねちょっと面白そうやなって感じた人は次の動画楽しみにぜひしておいてください。というわけで、はい、本日の動画以上で終了となります。また次の動画でお会いしましょう。小ヤギでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。